今回はい500円で、うん、6個入り、はい、蒸し卵、はい、実食いたしましょうか。行きましょう。で、これ待って、これなんですか。これはですね、ここの源泉の、はい、まあ塚原温泉河口の湯、河口の泉湧き出る神秘の湯ということで、神秘だからもうその源泉ですよ。源泉をスプレーにしたもの。本当に何10円玉おけん中入れたままやんか。嘘その報告もあった。そうだそう、取りに行く。ちょっと取ってくる。取ってくる。ケロヨンに入れたままや。あったあったどうなってた結果。じゃあ報告しよう。まずそれからビフォーアフターで、はい、ビフォーは撮ったもんね。さっき写真撮ってましたよね、はいはい、あの同じ10円です、はい、その10円、はい、ケロヨンの中に入れた、はい、でお湯をそこに入れたよね、はい、ケロヨンの中に。どうなってましたか。はい、じゃあお見せいたします、はいはい、こちらでございます。映りますかね。わかりづれ。白白白白白白白。ちょっとちょっと新品でございます。新品マジで。いやもうあの茶色、なんか黒茶色みたいのが全部取れてピンクがかってるね。そうなんです。なんかピンクゴールドみたいになって、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。これは絶対効果あるじゃん。10円玉がこんな風になるんだから。めちゃくちゃ体にもいい。俺らの体が毒素が全部汚れとうのも全部ね落として、毒素も全部落として、そうです。やっぱ健康なすごいなんていうのかな、強い体になりそうだね。そうです。いやいいね。いやそれ、これびっくりした。これはびっくり。このビフォーアフターびっくりしましたね。はい、プラス、はい、今日して持ってきたのが蒸し卵と一緒に、はい、うん、ホリジオも一緒に、はいはい、このホリジオというのはこれ中身は何なんですか。これはこれもう、うん、海水を日干しした塩です。あ、体にいいと言われてる。 100%、はい、100% 天然塩。わ、すごい、なかなかないよね、そういう塩。じゃあそれをとりあえず実食ってきましたね。塚原温泉の蒸し卵、河口の噴気で20時間蒸しましたということで、はい、あったけ、あったかい、あったかいよこれ。あ、色が茶色だ、すごい。初めからなんか、あ、だから剥きやすい、剥きやすい、あ、剥きやすい、バリバリ剥きやすいね。転がしたらよかったろ。匂いがもう、この卵の、うわ、あれかも、おかげでこんな剥きやすいのかも。スルンと剥けた、すごい、スルンと剥けました。じゃあこれにホリジオをかけていただきます。ホリジオいただきます。めちゃくちゃいい匂いで、濃厚、卵がめちゃくちゃ濃厚だ。あと白身の部分もめちゃくちゃ美味しいね。塩が足りない。なにこれ、ていうか塩つけんでもそもそもに味がある、濃い、プラス栄養、うん、塩で栄養を取ってもらって、これやばいな、癖になるね。あの香ばしさっていうのがなんかあるよね、うん、まうま、一個じゃ足りないこれ、うん、すぐね、うまい、うまい、焦がした感じで香ばしい感じもするよね。これは加工のあれ、加工のこの雰囲気、雰囲気のちょっとだから味と匂いがつくんですかね、うん、めちゃくちゃいい匂いする。あの香ばしさもある。キャンプで蒸すやつがあるんですよ、うん、あの桜の木で焼いたり、うん、その匂いがやっぱ加工の匂いみたいな、ちょっと燻製みたいな感じの、燻製なのか、でも燻製ではないけど噴気で蒸してるからなんかある、しっかりついてる、もう燻製に近い。これさ、元気がない時とかさ、ちょっと病弱の時食ったらマジで復活するかもな。地獄蒸し卵、うまっ最高、ごちそうさまでした。この塚原温泉ね、もう何から何まで最高やったな。本当に、うん、やばい。ゆっくり食べてる時間じゃ、ゆっくり食べてる場合じゃなかったな。エンディングは、
ちょっと車の中にしましょうか、はい、エンディングは車の中で、はい、ちょっと堀田の仕事までのタイムリミットが近づいてきたのでやばいです、ね、そこから堀田の職場へ移動したいと思います。ごちそうさまでした。というわけで、はい、無事にねリベンジを果たしましたけども、はい、塚原温泉河口の泉、はい、本当に神秘的な、湯でね源泉で、はい、で河口のあの風景も、はい、本当感動的ないい場所でしたね。はい、最高で、もうパワースポットって言ってただけあって、はい、マジでパワーチャージできたんで、このパワーを音楽でね、はい、そしてこの動画で皆さんに届けていけたらなと思ってますので、はい、引き続き我々の YouTube チャンネル見てくれてもよかろうもん。